ジョナス・チッカリングは、アメリカのピアノ製造技師であり、ピアノメーカー、チッカリングの創業者である。1798年、アメリカニューハンプシャー州で家冶屋である父、アブナー・チッカリングの息子として生まれる。もともとは、キャビネットメーカーの徒弟として働いていたが、1817年ボストンへ移り、ピアノ製作者、ジョン・オスボンの徒弟として働き、 ピアノ制作技術を学んでいく。1823年、同僚であったスコットランド人のジェームス・スチュアートと共同で、ボストンのトレモント街に、スチュアートチッカリングという作業所を設立する。1826年、スチュアートはイギリス・ロンドンへ移住するがその後もジョナスは、独立して、ピアノの制作と改良に没頭する。1830年、 イギリスのブックケースタイプと呼ばれる楽器をモデルにして、最初のアップライトピアノを完成する。美しい外形と音色であった、このピアノの評判はボストンだけでなく、ニューヨーク、フィラデルフィアなどの都市から注文が相次いだという。その後、ジョン・マッケイという人物がスポンサーになり、工場の名称もチッカリングマッケイと改める。ジョン・マッケイは、冬の船長で、 事業欲にあったため、豊富な資金を供与できただけでなく、楽器の輸出の面でもピアノ事業に有利であった。資金が潤沢になったジョナスは、ピアノ製造に専念する。1840年には、最初のグランドピアノを完成する。従来のグランドピアノと異なり、総鉄骨が取り付けられ、この画期的な発明は、当時のピアノ製造法に改革をもたらし、 近代的なピアノの基礎となっている。1841年にマッケイが公開中嵐による遭難で行方不明となる。これによりジョナスは経営にも直接携わるようになるが、マッケイの積極的な商法を受け継ぎ、43歳の時にはアメリカ最大のピアノメーカーへと成長する。1851年。 ロンドンの水晶宮で開催された第1回万国博覧会では、数多くの製品を出品し、最高賞を獲得する。1852年にチッカリングサンズと名称を改めるが、同じ年の12月に不運にもピアノ工場が火災に愛全焼してしまう。直ちに新工場の再建に着手するも、新郎が重なったのか1853年12月8日。 ジョナスは56歳でこの世を去る。ジョナスには3人の息子がおり、ピアノ製造事業は、長男のトーマス・イ、e、ー・チッカリング、次男のシー・フランク・チッカリングと引き継がれていく。ありがとうございます。